アイワブランドロゴの変遷初代1959年から1991年2代目1991年から2003年3代目2003年から2008年4代目2017年アイワはオーディオビジュアル機器をはじめとする家電機器のブランドである2021年現在は複数の企業が本ブランドを使用しているトわダオーディオの主要市会社で グローバル事業本部を設置しているアイワエレクトロニクスインターナショナルの本社所在地は台北市。またそれとは別に米国企業による製品展開も行われている。q i イワ株式会社はかつて同ブランドのオーディオ機器を製造していた企業。1969年に業績不振によりソニーのグループ会社となった。再度の業績不振で2002年に ソニーに吸収合併され、アイワはソニーの一ブランドとなり2008年に収束した。2015年にアメリカでアイワブランドが復活。2017年4月11日に北米、南米以外のほぼ全世界でアイワの商標使用権を取得したトワダオーディオが日本で新たにアイワ株式会社を設立し、同年12月に CD ラジカセ等トを発売。 2019年1月現在は、CD ラジカセ CD ラジオデジタルレコーダー、液晶テレビ、タンパラジオなどを販売し、今後も Bluetooth スピーカーの発売ほか、順次ラインナップを拡大。アイワの語は、アラビア語エジプト方言で、イエスの意味で、エジプトなど、中東一部地域でソニーよりも知名度が高い。中国語で、アイカと表記する。発音は、アイホーラ。 中国を愛するの意味も含み、ヘッドホンステレオなどが中国大陸で人気が高かった。安価な割に高品質で耐久性が高く、学生や低所得層に人気があり、アジアで市場占有率が高かった。2008年にブランドは収束するが、2015年から一部海外で、2017年から国内を中心として段階的に復活している。詳細は、 複雪ブランド復活、年表などを参照。x k s 7千0九1 9 5 1年に愛嬌電気産業株式会社の名で創立する。愛嬌の意味は創業者の池尻光雄氏が会社を起こす以前から愛知県でマイクロフォンの製造を行っており、そこから愛知県で起こした事業という意味を持つ社名にした。1959年に ブランド名の愛和を社名とする。1966年に日本初の国産コンパクトカセットレコーダーを発売する。高級オーディオも製造し、ベロシティマイクロフォンなどは NHK に用いられた。BTS1 級の DM68、国会で用いられた DM99 透明機を生んだ。バブル経済時期に発売された高級カセットデッキの XK シリーズなどは、 音質面でも優れ、ダイレクトドライブモーター搭載機種は、現在も大規模な修理をする必要も少ないため、今世紀も人気が高い。ドル BC よびドル BS も、このような上位機種に、世界初として搭載された。前車は、ADFF8、後車は、XKS9000 および、XKS70001980 年代に、ヘッドホンステレオ、 カセットボーイを発売し、当時のミニ独立国ブームに乗って、カセットボーイ今日は濃なる企画も展開した。カセットボーイシリーズは、AM ラジオ FM ラジオ TV 音声チューナー付きや、タイマー録音もできる、ハイスペック機種の HSJX30、JX50、EX50、JX70 EX、EX3000、EX JX929 や、 ゴールドモデルの HSJX50 を発売するなど他社と差別化を図った。ヘッドホンステレオは、ケンウッド、日本電機、A&D、日立製作所に一部 OEM 供給された。一時は、船井電機より OEM 供給を受け、ホームベーカリー、パン工場ダーソビー -15 など、調理家電も販売した。 コンシューマー向けダットデッキ XD-001 を日本で初めて発売した。デッキは、イクスリアブランド、ポータブルおよびミニコンポサイズデッキ XDS260 は、ストラサーブランドで販売した。ポータブルダットの HDS1 は、SCMS 規格対応、ベータ方式のアバマックスのビデオデッキ製造も参入した。オーディオメーカーとして、 音質の高さをアピールし、TV チューナー分離型などユニークな商品も発売した。ソニーブランドのベータデッキも宇都宮事業所で製造を受け負った。当時のアイワ製品は全般的に低燃料化な製品が多く、一定数存在するアンチオーテメーカーユーザーを取り込むことにも成功した。アマチュア無線を用いたパソコン通信の一種であるパケット通信用インターフェース。 APX-25 ターミナルノードコントローラの製造販売にも参入し、後に販売される通信用モデム市場を築いた。アイは以外にピュアオーディオ向けのイクスリアとゼネラルオーディオ向けのストラサーの2つのブランドを展開していた。1990年代にニフティサーブや PCVAN に代表されるパソコン通信が流行。 それに伴い通信用モデムの需要が増し、オムロンや三電子と激しいシェアを争った。この頃から他社よりも安くコスパの良いミニコンポやテレビデオを大量に海外生産し、大手家電量販店にて大量販売し合わは売り上げを伸ばした。ラインナップ拡充のため、車載可能な10型ブラウン管テレビデオに関しては当時ホームセンター販売が主流だった。 オリオン電機から調達して販売した。1992年に AM ステレオ放送が開始されるとソニーと共に積極的に AM ステレオ対応機種を発売したが実際はソニーよりも膨大な数の AM ステレオ対応機を発売した。AM ステレオ対応ポケッタブルラジオ CRD60 は一時期販売店で品薄が続き伊集院光のオールナイト日本で リスナーから CRD60 及び他社の AM ステレオ対応ポケッタブルラジオの在庫状況を知らせるなどのコーナーがあった。ミニコンポ、ラジカセの他に蒸気カセットボーイシリーズも AM ステレオ対応機種を発売した。1995年に Windows95 が発売されインターネット接続が簡単に行える環境が整い、モデム事業が活況を迎える。 1990年代、一気に市場を作り上げリードし安泰に乗り切ってきたが、新市場の創造喪失ができず、自流に乗り遅れた、アイワの先行きは陰りを見せ始めた。2000年に入り、デジタル IT 化の流れが急速に押し寄せ、アナログ商品主体だった、アイワ単独の生き残り作は描ききれなかった上に、親会社、ソニーの不信が決定打となり、ソニーと合併に至った。 当時のアイワ経営幹部は最新のデジタル関連の技術が分かる技術者がたった10人程度しかいなかった特重の決断を経済誌に語る。社名の由来、アイトアの心で品質の優れた使いやすい商品を世界の人々に提供したいとの意味が込められている。アイワの創業は1951年で1959年に従来は商品のブランド名としていた。 アイワを社名とした。歴代社長国内生産、開発拠点及び主要組み立てサプライヤーソニーと合併後、アイワのブランドは一時的にソニーマーケティング株式会社が扱った。日本国内では低価格の CD ラジオ、ラジオ、ラジオカセットレコーダーなどが主力商品であった。特にラジカセットテレビデオはスーパーマーケットやショッピングモールなどの店舗や売り場の前で使用する。 商品 PR 用に大量に使用された。ロゴマークは2002年にソニー株式会社のブランドとなった際に新たに採用したもの。基本的にソニーのロゴマークは併記されていない。デジタルオーディオプレイヤーではソニー、ウォークマンブランドと異なり MP3 のみ対応のプレイヤーも発売していた。MP3CD プレイヤー、XPZV-1 よびヘッドホン型。 メモリープレイヤー AGFS256 が発売中止に追い込まれ h ルツ WS2000 及び DS h ルツ DS2000 が HDD を小容量のものに変更して発売されるなど製品トラブルにも見舞われていた2005年1月21日に発売されたダブルカセット CD システム CSDW330 を最後に新製品の開発は終了 ただし設計はソニーに引き継がれ2008年2月にソニーブランドとして発売されたダブルカセット CD システム CFDW77 は前述の CSDW330 と一部のデザインを除いてほぼ同一である。日本国外においては2007年頃よりアイワブランド製品の販売を順次終了。各国のアイワウェブサイトは製品紹介のページが閉鎖され、 サービス告知のみとなった。日本は2008年春に製品の出荷を終了して5月14日にソニーが正式にアイワブランドの収束を発表した。ただし、アイワ時代からのアフターサービスは今後も行う。アメリカではマークターマンが運営するシカゴのブランド買収会社、ドーマタスブランズ社が2015年2月にアメリカでの商標権を取得。 同社から商標権を受けた同じくシカゴに本拠を置く一般消費者向けハードウェアスタートアップ企業ヘイルデバイセズ社が同年4月より本格的に製品展開を開始2020年10月にアイワエレクトロニクスインターナショナル社一部製品の取り扱い開始日本は2017年2月にトワダオーディオが北米南米以外のほぼ全世界で アイワブランド商標権をソニーから取得して4月に子会社のアイワ株式会社を設立した。取締役の中村和臣氏は旧アイワ出身、同社出身で音質に詳しいベテラン技術者も在籍する。アイワ株式会社のグローバル展開においては本社となるアイワエレクトロニクスインターナショナル社を台湾に設立。従来通りのオーディオやアンドロイド搭載4、経液気テレビ。 エアコン、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、炊飯器など初代法人では実現できなかった白物家電を発売する。世界100カ国以上でビジネスパートナーシップを結び、2021年当期に世界規模で OLED スマートテレビの発売を予定している。日本の販売は、ツノダム電伝機全額出資、アイワジャパン株式会社が担当。 2017年12月に製品が発売後、順次ラインナップを拡大し、ビッグカメラグループオリジナルモデルも販売する。2009年以前に製造されたアイワ製品に関するサポートは、引き続きソニーが担当する。法人登録としては、トワダオーディオが上位組織となっているが、販売ルートをはじめ組織所在地や出資元が角田無線となっており、実質は、 ツノダ無線の配下となっている。またオーディオメーカーとしての愛はではなく、販売品目も大部分がテクソンをはじめとする東南アジアで製造を流通している製品を輸入販売するジェネリック家電商社となっている。HSP05M21991 年まで使用された旧ロゴが付されている XRV10MDXRFD55CSD MD3DSPC100 オーディオ系、映像系など、すべて旧愛和時代においてスポンサードしたもの。ありがとうございます。